では続いてのコーナーは、はい、続いてのコーナーは、投資家なら絶対に見逃せないマーケットピックアップのコーナーです、はい。世界50カ国以上でグローバルな金融サービスを展開するバークレイズ証券の石橋康弘さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。投資家なら絶対見逃せないバークレイズのなんかみんな笑ってますね投資家なら絶対見逃せないバークレイズの何でしたっけ、マーケットピックアップじゃなかった、マーケットアイですね。はい、本日も行きましょう。先週もいろいろたくさんいろんな事件、ニュースが起こりましたね。そのに伝わって、マーケット動きました。先週はまず、選挙のですね、消費税法案に関連して、週明けは小沢元代表が離党届を出したといったところから始まりました。その後このニュースは混沌として来ているのは皆さんご存知の通りでございますね。でその日にですね、先週も申し上げましたけども、日銀短観、今後ですねマーケットは良くなってきますか、景気悪くなりますかって言ったんです。アンケートの調査ですね、こちらはかなり改善したといったこともあって、月曜日に関しましてはちょっと雰囲気良くなるのかなといったような環境が見受けられました。でその週はですね、実は、上野動物園のシンシンが出産したり、ちょっと明るいニュースもあったりですね、実は、オーストラリアのですね、住宅指数とかそういったものが良くなったり、いいようなニュースがたくさん出てきました。それと、木曜日にはですね、たった45分間の間にですね、3つの中央銀行がですね金融緩和をするというですね、ちょっとなかなか、ないようなですね、忙しい45分間ありましたね。ECB がまず利下げをする、 1% から 0.75% で、中国も、利下げをする。でバンクオブイングランド、こちらはですね、政策金利は維持しましたけれども、さらにですね、金融資産買取プログラムの拡大をするということで量的緩和をするといったことで、3つの地域の中央銀行がですね一気に金融緩和を、するといったようなことでですね、マーケットをこれで下支えしようといったところ動きがありました。その結果、ちょっとグラフを見ていただければ、先週の動きですね。はい、おおむねですね、株式に関しましては週初から週王にかけて、上がっていったといったようなところでしたが、最後金曜日にですね、雇用統計がですね悪かったといったこともあって、株式は一旦反落といった形の、マーケットになっています。でドル円に関しましてはですね、実はドル円あんまりですね同じような方向性に動くような通貨になってしまったので動かなくなってきてしまいましたね。オージードルとか、ユーロはすごいガンガン動いてるんですけども、ドル円ちょっと動いてないです。ここのグラフは別の為替にした方が動きがあって面白いですかね。来週からちょっと考えてみたいと思います。でビックス指数、こちらはですね、下がってます。マーケットがあまり良くないように下がってる、これはちょっと面白い動きしてますね。ちょっとですねこの辺は、考察が必要かなというふうに思ってます。このあたりはですね、実は QE というですねアメリカの緩和策の、可能性がですねマーケットに流れているからこんな動きをしているんではないかと私は考えているんですけれども、その後でトピックでちょっと触れたいと思います。で、今週のニュースは何が、今週の出来事ですね、今週の出来事はまず、今日明日とですね、ユーロ圏のですね、財務省の会合が、立て続けにあると、ユーロ圏と EU とあると、ここで何らかのですねスペイン、イタリア、またはギリシャの、どういった形で、サポートしていくかといったことが、出てくると、マーケットの、サポート材料になるのではないかなと思われます。で、日本に関しましては、11日、12日と、またこちらで日銀政策金利の決定会合あります。でここでですねまた緩和があるか、すなわち金融を緩和、お金をもっとマーケットに入れていくのか、それともまた、過去数ヶ月の通りですね、ステイするのかといったところが、かなりこれもですね円相場、影響を与えると思いますので、注目に値すると思います。で金曜日にはですね中国の GDP があったりですね、大手のアメリカの銀行 JP モルガンであったり、そういったところのですね、決算が出てきます。このあたりもですね今後のですね、株式マーケットおよびリスクオンオフにかなり影響がある指数が、指標があるのではないかと思いますので、皆さん注目していきましょう。で本日の今日トピックでちょっと取り上げたいと思いますのがこちら、はい、あれこんな感じ、こんな感じですかね。はい、 QE ですね。何かとですね今年の
頭ぐらいから QE3 があるあるあるといった話題がですね常に上ってましたけども、まあマーケット関係詳しい方は QE と言ってる方はたくさんいらっしゃいますが、実際 QE って何だろうといった方もいらっしゃるかと思います。ですのでちょっとこちらを見ていただきますと、A はですねこれキウイですね、まあ、全然関係ないです。これキウイは全然関係ないですこれ単にこう似てるんで言うだけなんですけども、あのリーマンクライシスがあった2008年のですね、9月以降やめにもですねあのマーケットの先行きが厳しいんではないかということで、アメリカの中央銀行がですね、量的緩和を断続的に行ったというのが QE、 クオンタテイティブイージングというですね、あの量的緩和のことを QE と、クオンタテイティブイージングで、質的緩和なんだというと、これ金利下げることですね、まあ、これ以上金利が下がらないんで、もう量で勝負だというのが QE、 すなわち中央銀行はお金を吸って世の中にある資産を買い取ってどんどんキャッシュをマーケットに送り込んでいくと、そのキャッシュがどんどん世の中に回って GDP が上がるような消費活動に使われるではなれるようになる、なるといいなっていうのが QE ですね。結局効果があったかというとこれはですね QE1、QE2 ともにですね、効果がありました。こちら見ていただくと赤く、シャドウしてあるのが QE1 ですね、2008年の11月から2010年の6月でしたかね、1年半ぐらい、約ですね100兆円以上のお金がマーケットに出されました。で、当初はちょっとなかなかあの株価の落ちるのを食い止めることができなかったんですけども、次第に株価がどんどん上がってきていると。で、QE2、世の中にはクイーンエリザベス2号とか言ってる人もいますけども、これクアンタテイティブイージングの第2番、これが2010年の11月から11年の6月までといった形で、これはかなりの効果ありましたね。実際ですねリーマンクライシスの前の株価数字まで戻るといったようなことが起こると。ですから皆さんですねマーケット関係者は QE が起こる、もう一回 QE3 があるんじゃないかということで、みんな注目していると。で、まあ、あの世の中の指標がですね、例えば雇用統計悪かったとかですね GDP 悪かったとか、そういったニュースが出てくると、あ、 QE あるんじゃないかとということでですね、あまりマーケットが下がらないで実は上がってしまうといったような現象が最近起こっていると。ですのでこの QE というですね、アメリカがやる QE はですね、極めてインパクトが大きい、サイズでやってくるということもありますので、皆さんが注目してマーケット関係者が見ているといったような指標になりますね。ですのでこういったところもですね、今後、極めて大きなマーケットの、イベントになるということもあるので、そういったことを鑑みながらですね、マーケットの動きを、悪いニュースが必ずしもマーケットにとって悪いわけではないといったのが、こういった潜在的なイベントがある可能性があるといったことですね。そういったところを注目していきたいと思います。で、来週は、おそらくお休みということですね。で、私は来週のお休みを利用してですね、ニューヨークに行ってきます。ちょっとアメリカでどんなことが起こっているかというのをまた再来週のところでアップデートさせていただければと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。また来週。はい、石橋さんありがとうございました。来週ニューヨークに行かれるということで、はい、あの QE 含めて、はい、そのアメリカの金融の動向なんかを帰ってきてからちょっと面白いお話聞かせていただけることを期待しましょう。はい、はい、それでは一旦こちらでコマーシャルです。